それではアーセントオールステークスに出走いたしますメラグラーナの池添調教師です。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はさっぱりとこうなんかいつも帽子かぶってるイメージなんですが、はい、今日はねフルフェイズをファンの皆さんに見ていただくという形ですけど、はい、決まってますね。今日散髪行ったばっかりなんで、はい、ちょっと今日帽子とか見ました。ちょっとメラグラーナの話に行く前にあれですけど、はい、やっぱり重賞レースとか G1 レース大きいレース使うときっていうのはその、まあ、ファッションとか身なりもやっぱり普段とちょっと気持ち違います。いやあんまり僕は気に弦とか一切担がないんで気にしないですけど、ね、けどただ髪の毛ボサボサだったんで、はい、さっぱりしてきました。昔なんかもう僕ら競馬ファンパドック見てて厩務員さんの着てるものが違うかったら、はい、これ勝負かかってるでみたいなことを言うてましたけど、はい、それはじゃあもう先生の場合関係ないです。僕は関係ないです、はい。でも今厩務員さんも結構みんなきっちりした格好でね。そうですね、皆さん清掃というか綺麗な格好で引っ張ってますね、うん、そういう意味でちょっと不安としては勝負係が読みにくいななんてこともあるんですけどね、はい、さあそれではメラグラーナなんですけれどちょっとまあ厳しい質問になりますが、はい、まずこの2走がその2連勝した勢いから比べるとなんか別馬になったような感じですけども、そうですね、敗因はどこに求めてられます。敗因やっぱり自分の中でももう一つ掴みきれてないところがありますし、うん、やっぱ戦ってきたメンバーもやっぱりクラス上がることに強くなってくるんでその辺もやっぱりあるのかなと思いますし、うん、で馬場もやっぱりこの馬には向かない馬場で走ったりとかしてきてるんで、まあ、いろんな原因があるとは思うんですけど、明らかに分かりやすいのはまあ左回り、はい、まあ、中距離になった時にやっぱりこう大きな着順になっているというけども、うん、1000万特別の時はすごい強い勝ち方してるんですよ、はい、ただ別に左回りが苦手っていうわけでもないと思うんで、うん、普段乗ってても、うん、別に逆に左回りの方が乗りやすいんで、はい、だから苦手っていう感じはないんですけどね、うん。しかしまあ今回は、阪神コースですけど、まあ、阪神コースといったら連勝した中山に、はい、まあ、一番近いコース形態ですから、はい、そのあたり心配ないですよね。そうですね、うんうん、まあ、僕の中ではその中山では負けてないんですけど、ね、はい、中山が得意っていうイメージがないんですよね。あ、そうなんですね、はい、うん、いやなんかまあ結局僕が言うんで僕のが代表の声になりますけど僕が調べたもんじゃないんですがネットなんか見てるとこれはどう考えたって中山得意なメラグラーナがスプリンターズの前にひとたたきであって本番はそれはもちろんあくまでもスプリンターズだということですけどやっぱりそのでも調教師としてはそんなに中山っていうことに固執してないと。そうですね、うん、はい、まあ、でももちろん向こうが本番ですからね最初は次に上げていくように持ってこられてるんでしょうけど、今回、セントウルステークスもまあ大事なステップレースになるかと思うんですが、具合の方はいかがでしょうか。状態はいいです、はい、もう毎回いい状態で帰ってきてるんで、うん、まあ、当初ぶっつけでスプリンターズっていうことも考えてたんですけど、うん、馬の状態が良かったので、まあ、ひとたたきしていこうかっていうふうにオーナーサイドと話し合って決まったんでやっぱ馬の状態はいいですね、うん、はい、どうなんでしょう、やっぱり馬ってひとたたきした方がいいんですか、理想として。メラグラーナの場合はそっちの方が、うん、結果は出てますね、うん、はい、1回使って叩き2層目で中2周とかが一番やっぱりこっちとしても調整しやすいですし、うん、馬自身もそっちの方がパフォーマンスは上がってるかなと思います。といっても大敗続いても今回もやはり有力馬の1頭として数えられてますから、まあ、不安も大きな期待をかけてると思いますので最後に一言抱負を聞かせてください。うん、まあ、その金2層がもう一つはっきりしない原因での大負けだったんで、まあ、今回ちょっと入厩してから馬も本格化してるんで、まあ、いつもよりもちょっと厳しめに調教を積んできたので、まあ、その辺の効果が出てくれればその次のスプリンターズが楽しみになるので、まあ、応援してほしいなと思います、はい、どうもありがとうございました。池添先生でした。